皆さんお久しぶりです。また猫さんです。このチャンネルでは放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。今回は前回の続きで放射線治療の種類後編になります。それではよろしくお願いいたします。放射線治療の種類前編では外部放射線治療、密封送電源治療、非密封隠す内容治療の3つがあることをご紹介しました。外部放射線治療には放射線の当て方によって 3DCRD、IMRD、および VMAT と呼ばれる方法が使われています。粒子線治療は X 線と比較してより高い効果と有害事象の低減を両立できると期待されている治療法です。しかし実施できる施設はまだあまり多くはない状況です。という前置きの後で今回のテーマはこちら、放射線治療の種類後編。今現在日本で行われている放射線治療の種類について後編です。次のカテゴリーである密封送電源治療は、放射線を出す物質を腫瘍の中や近くに一定時間置くことによって治療を行う方法です。放射線は目に見えないので、今ここに放射線が飛んでいるか、放射線を出す物質がどこにあるかを検出するには特殊な検出器が必要となります。医療や実験などの目的で放射性物質を扱う場合に、抜き出しのまま使うと不意にどこに行ったかわからなくなることもあるので、物質を密封された容器の中に封入したまま用いることがあります。このように密封容器の中に入った放射性物質を密封宣言、密封されていないものを非密封宣言と区別して、どのくらい厳密に扱うかも段階をつけて管理することになっています。密封送電源治療では、体の中に管を通しカプセルに入れられた放射線源を目的の位置へ配置します。カプセルは一定時間の配置後に回収するものと、そのままずっと入れっぱなしのものがあります。入れっぱなしの方は前立腺がんの治療によく用いられ、宣言としては尿素125というものを用います。尿素125の半減期は60日でガンマ線と X 線が出ます。挿入直後は放射線が強いですので、隔離された部屋へ入院が必要ですが、それでも数日間経つと外で普通に生活できるようになります。1年くらいかけてじわじわと放射線を出し続けた後、ほぼ出なくなりますので、体内に入れたままでも大丈夫です。またあまり多くはありませんが、舌がんの治療に金198が使われることもあります。半減期は3日でベータ線が出ます。これらは体の組織に針を刺して入れるので組織内操作と言います。宣言を回収する方法の方は、子宮頸がんや口腔がんなどに多く用いられます。宣言はイリジウム192で、半減期は74日、ベータ線とガンマ線が出ます。宣言は体の中に残らないので、操作後も隔離された部屋に入る必要はありません。体の空洞に宣言を入れる方法なので空内操作と言います。密封送電源治療は高い線量を腫瘍に投与でき、比較的侵襲性も低いとても良い治療ですが、術者となる医療従事者が被爆してしまうことがデメリットとなります。1回の治療で被爆する量は多くはありませんが、何人もの患者を治療しますので、数年数十年で見ると被爆が蓄積し、医療従事者の方に健康被害が出る危険があります。それを防ぐためにアフターローディング装置といって、宣言を誘導する管を患者の体内に誘致した後、遮蔽された治療室の外から宣言を操作して操作する方法が実施されています。これであれば術者が被爆することはありません。この方法をナルスと言います。非密封隠す内容療法は、放射線源が添付された薬を飲んだり注射したりして、腫瘍に薬と一緒に放射線源を集積させることにより、放射線を患部に当てる治療です。非密封放射線源は容器に入ったりはしていないので、薬に溶かしたりすることができるんですね。用いられる放射線源としては、尿素131、ストロンチウム89、リットリウム90が代表的です。だけど尿や甲状腺がんでは、甲状腺が尿素を取り込みやすい状態になっているので、尿素の同位体である尿素131を使い甲状腺に集積させます。がんが骨に転移して骨を壊すと、破壊された骨を治そうとガルシウムが寄ってきますが、ストロンチウムはガルシウムと同族で似た性質を持つので、ストロンチウムも寄ってきます。同位体であるストロンチウム89からベータ線が出て、
スローが縮小することで、疼痛の緩和が期待されます。イットリウム90は、リンパ球が眼化した、悪性リンパ腫という病気の治療に用いられます。非密封隔種内容療法は、薬として放射線源を内容しますので、薬は体全体に行き渡り、腫瘍がある箇所に選択的に集積します。従って広範囲に分布している病気にも効果があり、副作用も少ないです。放射線源はしばらく体内に留まっていますので、隔離された部屋への入院が必要ですが、いずれ尿として排出されますので、その後は普通の生活に戻れます。放射線源が発する放射線の量が、初めの半分になるまでの期間のことを半減期と言いますが、非密封隔種治療の場合は、薬の代謝による放射線の減少も考慮する必要があります。代謝や排泄などによって、初めの量の半分になるまでの期間を生物学的半減期と言います。放射線は通常の半減期と生物学的半減期の両方の理由によって減少しますので、実質的な実効半減期はこのようになります。最後に番外編として、酵素中性子補足療法をご紹介します。こちらは現在絶賛研究進行中の新しい治療法です。酵素に中性子を当てると、リチウムとヘリウムに変化する反応を利用しています。この反応を中性子捕獲反応と言います。高速のヘリウムはアルファ粒子と呼んだりしますが、アルファ粒子は細胞に対して高い攻撃力を持っていながら、飛んでいける距離が10マイクロメートルと極めて短く、選択的に悪い細胞を狙い撃ちできる治療法になります。この治療法ではまず、がんに集まりやすく、酵素を含んだ薬を体内に注入しておきます。その後、体の外から中性子を照射すると、酵素を含む細胞には反応によってリチウムとヘリウムが発生し、酵素を含まない細胞には中性子は反応することなく通り抜けるので、酵素が取り込まれたがん細胞を選択的に攻撃できることになります。中性子を照射しても酵素が取り込まれていなければダメージがないので、がん細胞と正常組織が混在している場合に効果的で、脳腫瘍への適用が主に研究されているようです。中性子の発生方法としては、従来原子炉が使われていました。しかし残念ながらある時期、多くの原子炉が停止してしまいましたので、その時期、PNCD の研究も停止していたようです。現在では、加速器を用いて中性子を発生させる研究が行われています。原子炉時代にはなかった利点として、加速器を用いるのであれば、病院のすぐ近くに施設を建設できるということがあります。原子炉が止まったからこそ、加速器による中性子の生成システムが開発されたと考えると、何事も悪いことばかりではありませんね。ここまでをまとめると、放射線治療には外部放射線治療、密封送線源治療、非密封隔種内容治療の3つがあります。密封送線源治療は、密封カプセルに入れられた放射線物質を、体の中に入れた管の中を通すことにより、腫瘍のすぐそばで強い放射線を当てることのできる治療法で、主な適用部位は、前立腺、子宮頸がん、舌がんなどです。非密封隔種内容治療は、薬として放射性物質を内容する治療法で、腫瘍に薬を選択的に集中させることで、腫瘍に放射線を投与します。広範囲に分布している病気にも効果があり、副作用も少ないですが、体内から放射線物質が適度に排出されるまで、隔離された部屋に入院する必要があります。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。この治療法をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちだけで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。